シーズ265失礼シクラブさんですね。モンデツデフレッサーがついてます。モンデツデフですね。モンデツデフです。モンデツデフで、さすが C タイプ機関車ですね。モンデツデフをもう一回真横からで、運転席の方をクマですね。クマ、はい、クマです。クマ、はい、こちらクマですね。クマで、スポーク周り見ます。スポーク周り、3輪、動輪が3輪で、前には132ですね。132そうで、 C12 は131ですね。そうで、まあ、冬タイプ、冬型じゃね。で、ちょっとちっちゃいです。石炭を積むところです。石炭を積む。これはやっぱね、C タイプ。そして、C の10番台の機関車同様にちっちゃいですね。C の10タイプの機関車と同様にちっちゃいです。で、はい、私の好きな、一番好きな後ろの部分、ツーエンド側です。まあ、ここを先頭にして走ることが多かった。まあ、あと、C11。やはりこの石炭を積むところがくぼんでいたりしますね。で、連結器は、閉じております。当たり前です。 C11265 機、これライトはこれ、まあシールドビーム化はされてないですね。さすがにシールドビーム化されてないですね。はい、で、はい、裏面いきます。裏面行きます。こっちはナンバープレートは、あそこナンバープレートあそこです。 C11 だからナンバープレートはお腹の部分ですね。でスポーク関係、それ ATS がついてないので、すっきりしておりますね。すっきりしております。 ATS ついてないので、ついてるので、すっきりしております。でスポーク周り、スポーク車にですね、スポーク周りです。ナンバープレートも綺麗に、復元されております。綺麗に復元されております。はい、で河川注意がこっちは貼られてないのかな。あそこ 上あれ何でしょうね。あのセンサーは私は分かりません。虫が入ってこない、虫が入らないようにしてるのかな、分かんないですけど。そうですね。で、車輪が前輪の、付随輪ですかね。付随輪です。で、まあ、ATS はついてないですけど、やっぱ、重機関車何のゴツゴツした感じですね。ゴツゴツした感じです。そして、まあ、手すり。手すりとかね、まあ、興味ある人少ないかもしれない。あ、ちなみに、こちらのモンテスデフはこんな感じです。モンテスデフです。モンテスデフでした。はい。で、点結器もこちらございます。で、腕機式信号機、あ、これ腕機式信号機なんですね。腕機式信号機の方だ。で、腕機式信号機の、はい、本体です。ちゃんとガラスも入ってますね。アクリルかな、わかんないですけど。で、もう一度真正面見てみましょう。もう一度真正面見てみましょう。真正面から、はい、下からジョキジョキジョキキーと、こんな感じです。それでは終わります。ポチッとなーのポチリンコ。